ああ通してもらうよ君たちも早く教室に戻らないと遅刻しちゃうから自分の教室に行った方がいいんじゃないかなうんまたね <laughs> まったく朝からにぎやかだね彼女らのことは嫌いじゃないけど毎朝毎朝これだとちょっとうんざりしちゃうな君も 朝はこうなるって分かりきっているんだからわざわざ僕と一緒に投稿しなくてもいいのにまあ僕は友人の君がそばにいてくれた方が嬉しいから君が不問じゃなければそれでいいんだけどおっと僕らも急がないと遅刻してしまうそれじゃあまた お昼休みに君から僕を呼び出すなんて珍しいねどうしたんだいん君がその手に持っているのはラブレターっぽいけどもしかして告白でもするのあなんだ僕のファンの子からかてっきり君から僕へのラブレターかと思ったよほらちょうだい 君がが持っていていいも仕方がないから。どれどれああどっかで見たことのある付箋だと思ったら定期的にデートのお誘いをしてくれているあの子かやれやれこれで5回目だよ毎回断っているのにこの子もよく諦めないなまあ 僕も同じ立場ならそうしただろうけどうん何でもないよ空耳じゃないかなそれにしても直接渡すんじゃなく僕と仲のいい君に渡すなんてちょっと悪質かなえ他にも僕のことを聞いたりプレゼントを渡してくる子がいるのかいそれは注意しとかないと。 すまない君はその女の子たちが迷惑だと思わないのかい <laughs> そうだよね本当にすまない僕の見えていないところだとどうしても彼女らも過激なことをしているみたいで君も迷惑だったら断っていいから、うん、さて 用事は済んだことだし教室に戻ろうか無理を言って抜けてきたからあんまり願いするとあの子たちを怒らせてしまうだから早く戻らないとうん僕があの子たちをどう思っているか <laughs> いっそのこと僕のことは諦めてくれればいいのになとは思うよ。 けどね人は恋している時が一番輝くんだ。一部の人のために考えて行動してどんなに努力しても届かないかもしれない。それでも頑張って自分よりも輝いている存在に手を伸ばす。それってすごく尊いものだとは思わない。だから僕は彼女らのことを拒むことはできない。それは その人の人ここととととを否定することと同じだと僕は思うからそういう君はさ女の人が苦手になったりしないの自分に近づいてきたと思ったら僕の話題しか話さないから人間不信になっちゃうんじゃない 君はそれでも恋人が欲しいでも僕のファンのせいで落ち着いて恋人が作れないとならいっそのこと僕と付き合ってみるそうすれば君の悩みも僕の悩みもどっちも解決できるだろおいおいなんでそんなに驚くんだ女の子にモテモテだけど一応は僕も女の子なんだから。 君と付き合っても不思議じゃないだろそれとも君は僕じゃ不満なのかいこれでも自他共に認めるかなり美人だと思うんだけど女の子たちが怖いああそんなことを心配していたのか確かに僕と付き合ったら君は 今よりも質問攻めに遭うことは容易に想像できるそれどころかいじめに近いこともされるねそれだったら僕が君のそばで常に守ってあげるから安心しなよこんな風に腕を常に僕と組んでいれば誰も君にちょっかいをかけられない他の子たちが落ち着くまでずっとこうしていればいい そうすれば彼女らだっていつかは諦めるさあんまりいい反応ではないねまだ僕とは付き合えない理由があるのかい少なくとも君も僕のことは嫌いじゃないだろう嫌いだったらこの腕を振り払えばいいそうしないってことは多少なりとも僕のことを好いてくれているはずだから ならいいいじゃないかなかのにどうして君はそんなに拒むの僕の気持ち恋人を作るなら僕が本当に好きな人と付き合った方がいい。<laughs> 君はそんなことを気にしていたのか。<laughs> いやうれしくてね。 つい笑っっちゃったよ。実を言うと僕は君のことがずっと前から好きだったんだだからこれは仕方なくじゃなくて僕なりの君への本気のアピールだよ <laughs> その顔さては信じてないなだったら君に僕のとっておきの魔法をかけてあげよう これで君は満足したかい本当に好きな人じゃなかったらこれはしないだろ <laughs> って何かしら答えをくれないと困るんだけど。ほらほら、早くしないとお昼休みもわっちゃうよ。僕が君のことを好きな理由ん 気づいた時には君が好きになってずっとそばにいてほしいそう思っていたんだ理由は忘れちゃったけどまあでもこれだけは断言できるよ君は僕の太陽これじゃあ君への答えとしては不満かな君も満足したみたいだし じゃあ、改めて帰ろっか。もちろんこのまま、腕を組んだままで。